テイルズオブシンフォニア、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、どこに行ったらいいのか全然わからんけど、とりあえず進んでいこう。これ使って、こっちにも行けるし、上にも行けるのか。一回上行ってみるか。で、左右に行けるのか。でも来た方向的には、あれだもんね。右から来てるんだから、左に行くのが一番、賢いんじゃないかなぁとは思うんだけど。あ、アイテムだ。アイテムある方向に行ったらいいんじゃない？あ、アイテムじゃなかったわ。警報装置かよ。よし。はい、いざだ。攻撃技がないから先生は、あれなんだけど、ユーザーアタックに入らないんだよ。そういうことかな。よいしょ。よし。ほい。ほい。また、TP がもうなくなってきたな。リフレッシャーが欲しい。持ち運びできるようにしてほしい。あるなんてな。なんか物ないか。アイテムなしか。あ、あったって。あー、ですよね。ですよね。連戦とはね。ごめんなさい。俺のせいで。よし。よし。片付けてくれ。よし、オッケー。もうちょい。はい。はい。いた。やばいやばい。よしよし。先生、また TV がない。進んでいこう。ノイド、あれ。待て、ショコラを放せ。危ねえところで戦ってるっていうか、危ねえところにいんな。落ちそうだ。連戦とはね。これはでも俺のせいじゃないからな。やばいやばい。よし、早めに片付けないと。よしよし。ふう、いった。よしよし。ふう、後ろから攻撃するとちょっとダメージでかいのかな。そんなこともないか。あんまようわからんな。大丈夫か。あなたたち助けに来てくれたの。おともよ、うん、怪我はない。大丈夫です。巫女様、皆さん本当にありがとう。いや、そんな。気を緩めるな。我々はまだマグニスを放置したままなのだからな。あー、ってことはもう次マグニス戦かな。総督府のニールがここに収容されている人たちを連れて脱出しています。私たちは管制室を抑えて彼らを安全に脱出させないと。ドア様がいよいよ動き出したんですね。ああ、まあ管制室かどうかわからないけど、この部屋の奥にはキラキラ光る壁とか魔法みたいなものがたくさんありました。ご案内します。そうね、少々危険かもしれないけれど、お願いできて。はい、こちらです。そこか。てか普通にまだ敵いるんだけど。よし。ああ、セーブしとくか。せっかくだしね。てかボス戦でしょ。ここで死んでめちゃくちゃ戻されるなんてことがあったら厄介だな。だったらアイテム使っといた方がいいか。オレンジグミ。よし、これでいこう。
ここでいいんだよな。めちゃくちゃ強かったら嫌だな。ここが管制室か。ようやく到着か。天から見放された巫女と豚どもが。天から見放されただと。天から見放されたのはマグニス、お前だ。ここで叩きのめしてやるぜ。囲まれましたコレスは可愛いな所詮は豚の浅知恵よ。お前たちの行動は筒抜けだ。劣悪種どもが逃げ出そうとしているのもな。なんであんなところにニールが入ってるの？あれは投影機、魔化学の産物だ。遠くの人や物を映し出す装置よ。これに私たちも映っていたのね。ああ、閉じ込められちゃったよ。無駄無駄無駄。お前らの行動は何もかも無意味なんだよ。無意味なんかじゃない。今からお前を倒せばみんなを助けられるじゃないか。よくそんなことが言えるな。イセリアでの厄災はお前の無駄な行動のせいだろうが。厄災っていうのかそれ。それはそうだ。投影機に映っている連中であの時の再現をしてやろうか。バイオ体に埋め込んだエクスピアを暴走させて化け物に変えてよ。やめろ。遠慮するなよ。お前が殺したあのババア、マーブルのようにしてやるよ。マーブル、マーブルってまさか。そうなんだぜ、ショコラよ。お前の祖母マーブルはイセリアの牧場に送られロイドに殺されたんだ。よくこんなさ、えぐいストーリーが思いつくな。無残な最後だったそうだぜ。待てよ、違うんだ。ロイドはマーブルさんを助けようとしてくれたんだ。デザイアンがマーブルさんを化け物にして。ロイドが殺した。嘘。ショコラさん。クソ、ショコラを離せ。放っておいて。おばあちゃんの仇になんて頼らない。それぐらいならここで死んだ方がマシよ。いや、なんかって感じだな。いや、気持ちはわかるんだけどさ。さあって感じだね。死ぬなんてこと言っちゃダメだよ。どんな状況だって死ぬより生きてる方がいいよ。絶対私のことはドア様が助けてくださるわ。放っておいて。何のためにここに来たのか分かんなくなってくるな。ボス戦か。ボス戦でもねえなこれ。雑魚戦じゃねえか。
いや、ちょっと待ってくれ。こいつから行こう。こいつから行かんとな。よいしょ。はい。OK。よしよし。OK。もうちょい。もうちょっとなんだけど。はい。今ファーストエイド使えるやつが2人いるの本当にでかいな。よし。OK。通行証を手に入れました。お前、ちゃっかりしてんな。クソ！劣悪者相手に何を持たせてやがる！このマグニス様が相手よ。一人で勝てると思ってんのか。捨てられねえ愚か者ともども、巫女を葬り去ってやる。よし、やろう。あれ、いっぱいいる。とりあえず先ザコから行こう。やばい。ちょ結構でかいぞダメージ。よいしょ。ザコから連帯。よしよし。よし、ちょっとザコも硬いな結構。普通のやつより結構硬いよね。よしよし。よし。はい。一人死んでる。一人死んでるし、もう。ナイフボトル。先生。いけいけいけ。よいしょ。やっぱガードしてこれかよ。勝った。やばい。あ、そっちに行った。やばいやばい。もう回復特化になってんな。やばいやばいやばい。アイテム盗もうとしてんのか。これってなかなか豪胆だね。危ねえ。てえな。よいしょ。あ、くそ、危ない。あ、くそ。アイテムリフィスさんにオレンジ組。よしよし。よしよし。リフィスさんが一番あれだもんな。攻撃しないからさ、 TP も全然たまんないしさ。あ、そんなとこでさ、あの回復すんのやめてくれ。あ、大魔神剣、魔神剣よりも上ってこと。ちょっとやばいな。ちょ、回復しよう。アップルグミ使おう。いや、ちょっと待って。アップルグミ。よいしょ。やばい。よしよし。で、回復、クラトスに使っといてもらうか。これと。よしよし。やばい。アイテムコレット、ナップルグミ、リフィル。よいしょ。リフィスさんにとりあえずオレンジグミ。よし。ほい。よしよし。オッケーオッケー。
いいぞ、ダメージはそこそこ入ってるけど、そんなめちゃくちゃあれだな、ダメージソースを稼げるわけじゃないのがきついな。アイテムが、アイテムじゃねえや、装備がしょぼいのかな。あ、倒した。こんなもんか。ま、こんなもんだ。フィートシンボル EX ジェム。なぜだ。この有料したるハーフエルフの俺が。愚かだからだ、マグニスよ。クルシスはコレットを巫女として受け入れようとしている。何？そうだ。コレットは世界を再生するんだ。お前らなんかに負けるかよ。そうか。お前が。では俺は騙されたのか？騙された？ライド！クソ！これで収容されていた人たちは逃げられるはずよ。彼らに埋め込まれているエクスフィアはどうする？要の門がなければいずれは暴走するぞ。エクスフィアを取ればいいんじゃないの？要の門なしのエクスフィアは取り外すだけでも危険だ。扱えるのはドワーフだけだろ。じゃあ大工おじさんにお願いすればいいよ。そうだな、親父に連絡を取ろう。詳しい話は後よ。とりあえずここを自爆させます。よろしい？なかなかのマジかよ。それだ姉さん、そんなことしたら少なくともこの辺りのディザイアの勢力は減退するでしょうね。叩くなら徹底的にやるべきです。姉さん、忘れないで、ジーニアス。彼らと私たちの血は違うの。自爆時間を10分後にセットしました。急いで避難しましょう。やっぱこういうのを最後まで首跳ねるとこまでやっとかないとダメだなって思うよね。フォシテス様に連絡を取られては困りますな。青野さんだ。わしのやろうとしておることが筒抜けになってしまいます。ロジェてめえ、よくもこのマグニス様を騙したな。巫女の抹殺命令が出ていたのではなかったのか。金塊集めといい、巫女抹殺といい、あなたは本当によく役立ってくれましたよ。あの世に行ってもどうかお元気に。くそ、ユグドラシル様、必ずや我らハーフエルフの千年王国を。なんかあっちはあっちで揉めてんだな。収容された人はみんなパルマクスへ移動させました。じゃあニールさんも急いで逃げて。は？爆発します。派手にやるな。でも自爆がさ、セットされてる基地ってさ、当然のことがあるけどさ、なんかあるのかな実際。死ぬかと思った。でもみんな無事でよかったね。あのショコラを、おそらく別の場所へ連れ去られたのだと思うわ。そうですか。無事なら助けることができる。そうですね。ショコラの行方が分かったらすぐに私たちに知らせてください。彼女を助けることをドアさんもお望みだったのですから。ああ、必ずショコラを探し出してみせるよ。それと、収容された人たちには、エクスピアっていうのが埋め込まれてるんだ。
そのままじゃ危険なんで、イセリアの大工っていうドワーフに俺の名前で手紙を送ってくれよ。きっとそいつを取り外す相談に乗ってくれるから。イセリアの大工殿ですね。わかりました。では私は一足先に町へ戻ります。よろしければ皆さんもパルマコス店をお立ち寄りください。はーい。いやー、爆破か。なかなかやりよるな。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。